practice defensive falls. Defensive falls are one of the basic movements necessary to minimize the pain after being thrown by an opponent. Using wooden swords, techniques are practiced in pairs. Yoshihiko Usugi teaches while using various types of wazas or techniques. たまたま刀が好きなのと武道やってるのが一緒なんですよ、小学校の時から。だから最初に武道居合を習い始めて刀に接して、たまたま縁がそうある人と知り合ってという手順になってる。だから同時に生きてますね、武道と古武道と刀は一緒にやってます。そう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 、決まってます。で蹴るとこの形になるんです、うん、でここを刀と同じようになっちゃう、グッと下げる、こう蹴りますね、うん、掴んじゃいますね、ここを蹴ります。で蹴ってこう蹴りますね、ちょっとごめん、うん、The Sō Suishitsu School is older than Judo and has a 350-year historyIt has dojos, training halls in Japan, three in the United States, including New York and Oregon, and one in Australia. Practice using Japanese swords begin. The sword is swiftly drawn and held high above the head. Practices begin with a bow and end with a bow. いい刀も、まあ、悪い刀も含めてだけど、ね、一本でも多く保存してね、世に残していかないと。こういうお客さんが印象的なんだけどね。先生見てくださいって。
まあ、見てあげて、でまあいい刀も持ってる、まあ、そこそこのも持ってる、まあそれはいいんです。で錆びてる。で、商売じゃなくてですよ、私は単純にこれは錆びてるからこれは研いだ方がいいと思いますよって言った時に、これは俺のもんだから研がなくていいんだよって言われたことあったんですよ。ああなるほどねって、それはあなたのもんですよね、自分でお金出して買ったから。だけどその状態でずっと言ってたらどうなかったらあまりいいことじゃないでしょ。かなり錆びてた、錆びが進行して、手遅れになればその修復効かなくなっちゃう。今だったらギリギリ間に合うかな。ただそれは関係ないだろうと、俺のもんだから、うん、でその時に説明したのがさっき言ったように、それはそうなんだけど、この刀はね、あなたのとこに行くまでに何百人何千人の人が関わってきたんだよ。それは確かに金出して所有権は俺のもんだけど、こういうのっていうのは俺のもんであってみんなのもんなんだよ。分かりやすく。それが嫌だったら持つ資格ないと思うんだけどって言ったら黙ってましたけどね。刀を買う持つんだったら持つ時点でそれだけの気構えがなければね、本当は持ってはいけない。オーバー言えばね、そのメンテナンスの面ではそういうね、かかるというのを前提にね、欲しいんだ、日本刀が好きなんだ、それはいいですよ。でも買った後に錆びたら